はい、港島駅です。はい、ごめんなさい。思ってるより、まあ、5分おきなんで、電車は。10分おきに、あの空港と島をぐるぐる回るやつが交互に来る、なんか、まあ、パターンダイヤになってますね。だから本数は平日より少ないんですけど、乗ってると意外と少なかったな。空港方面見たくなるみたいなんで、臨時車した方がいいんちゃいますかぐらい。あ、結構並んでますね。茶の妙方面10分おきにしか来ないんで、休日帯は。なんで平日だったら5分とか2分とかで来るんですけど、はい。これ5分ごとに交互に来ます。空港と北府東急三宮駅がね、はい。ここに時刻表があるんですけど、やっぱ本数は平日の方が多いんですね。休日は、まあ、交互に、5分ごとに交互に来る感じですね。少ないな、もっと増やした方が、もうちょい本数増やした方がいいと思うんですけどね、個人的に。電車もっと増やした方がいいと思うけどな。13や。じゃあ15か。で、反対側からは第2編成やってますから、じゃあこれ乗って1回来て。席は空いてんのかな。向こうは16でこっちが17と、はい、どっちも新しい番号は新しい数字やけど、こっちは17編成、向こうは16編成なんで、目的はどっち、2人きゃ若いかな。16が2008年1月で青年だとバラバラなんですよ。ここだ。2117号車です。はい。で、シムシティの感じですね、こんな感じがね、シムシティの、街みたいな感じ。今日はね、バンスよ。はい、反対から電車来た。メパチカ、今日はバースデーイベントしまーす。はいはいはい、トップ9や、トップ9。臨時電車来たよ。臨時電車って定期の増発電車です。こっから増発タイヤに入ってきます。いいですね。で、こっちのナンバーこれ第10編成はことわかりです。で、これいたら学校のあのルートな。
第一声をスタンスオブドローン。バイバーイ。お、かっこいい。あ、いい感じや。ハハハ。バイバイ。15分です。でもすごいですね、違う。なんか、わかんない。バーイ。さあ、そして、すれ違ったのは、俺来た。続いて、7月ぐらい。僕と同じ。どうだっけ？触れ合わせるけど、なんかその、ついてくんの第二編成。あ、これどうなくんのかな。あ、これラスト。なんか、なんかバグってるあれ、なんか電車が到着、なんかどうなってんのあれ、なんで、どういうこと、どっちも到着しますって、どういうこと、なんか普通に、ね、なんかあ、なんか電光掲示板バグってます、どういうことだよ、本数が増えたのか減ったのか知らんけど、なんかずっとこれ、なんか到着しますの字が出てるんで、なんかやばい、これなんかね、字バグってます。あの液晶がね、うん。どういうこと？これ15分発ってことかな？じゃあ17分発の臨時便は来てないってことですかね？普通ね、こっち曲がってこう、あの、この台と2番線に行くんですけど、もうようわからん。でもどういうことかな？っていうことは、ずっとこの到着しますが、なんかバグってる。もう、なんか臨時便。あ、でも来てるか、後ろ。どういうこと？どういうこと？でもなんか電車来てるよな。あれ、わかりますかね？奥から電車来てるんだけどな。あれあれあれ。あれ多分第二編成やわ。あの、所定のダイヤと逆になってますね、あの。順番が入れ替わったよね、普通に。だから、あの、多分第二編成。あれ、うん、第2編成だと思うわ。ああ、多分これ入ったら次こっちの第1編成出るんで、うん、あ、やっぱ第2編成や。あ、入れ替わってる。こっちより実際だったっけ。なんか何かダイヤ入れ替わってるよな。もうダイヤ入れ替わってるし、いや、分からんけど第二編成が先出てる。順番が入れ替わってる。さあ、こっちがこっちだと思う。あの、今第二編成がこうか一番線やんと思ったら逆でしたね、うん、ちょっと驚きです。何かあったんか、せいかちょっと。なんかよくわからないですけど、第一編成の方が先に見る的な感じ。あれ開いた、なんで、どう、なんで開いた、ダイヤが入れ替わったの、ダイヤが入れ替わったからおかしなことになったのかな。
わお、すげえ、何これ。あおお、すげえ。この電車は三宮行きです。停車駅は生産科学センター神戸動物王国富岳前、医療センター市民病院前、市民広場。この電車は医療センター市民病院前神戸空港行きです。ポートターミナル、中公園、港島、市民広場、医療センター、市民病院前、センター、神戸動物王国、富岳前です。これが可愛い。お客様にお願いいたします。この愛称危険ですので、連結部には立たないでください。 Please do not stop or stand on the gangway